日本一小さい動物園です。ここはね、タスマニア広場になってますけれども、動物はいてないですね。ちょっと奥の方に行ってみます。こちらにアライグマがいるみたいですね。いるのかな。中に行きましたね。ちょっとピンが合わないですな。わらかなんて教えていいか分かる、犬やったらこうワンワとか言ってやってみたいな、中でみたいな、動物やね。うん、すごいね、この距離で平気だった。ぬいぐるみがあかんかった、ね、あ、すごい、元ちゃんのおかげやね。元ちゃんで慣れたね。あ、それカチカチしてるわ。あ、ほんまや。かわいいね。うん、歯鍛えてる。うん。かゆいんちゃん、言うのと一緒や。まあ、かゆいんちゃん。中でもだけど。成長や。ここはね、この本ちょっと羊らしくない。ここがですね、池田の、シンボルである、ウォンバットのここなんですけれども、ウォンバットがね、これ中で寝てますね。多分今日は苦しいかな。ちょっと行ってみます。あ、全然わかりませんね。いいですね。次はサルですね。マーラ、マーラあんま聞き慣れない。こちらがですね、また
ウォンバットなんですけれども、そちらも中に入ってしまって、これあれ、ウォンバットかな、ちょっと一回動きますね。よくわかります。よく見せてもらった。あ、ウォンバットが、ようやくちょっと姿を現しました。これが池田のシンボルであるウォンバットです。ちょっと筋が苦しいですけれども、これは、カンガルーでしょうか、ワラビーですかね。次はなんかダチョウのような、ダチョウですかね。次はそのプリンセス天皇から、いただきましたアルパカです。面白いの、恐竜じゃない。この人いなかったじゃないかな。ということで、日本一小さい動物園でした。